Thank you.
びサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号高松行き、サンライズ出雲号出雲市行きです。止まります駅は熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。岡山で切り離しを行います。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂入れ、終点、高松に停まります。サンライズ出雲号は岡山を出ますと倉敷、備中高橋、新見、米子、安美、松江、新地、終点、出雲市に停まります。列車は前から1号車、2号車の順に、一番後ろが14号車です。1号車から7号車がサンライズ瀬戸号、8号車から14号車がサンライズ出雲号です。車内は一部の個室内を除き禁煙です。お手洗いは1号車と8号車は後ろ寄りに、その他の車は前寄りにあります。ラウンジとシャワー室は3号車と10号車にございます。シャワー室をご利用の際は、あらかじめ3号車、10号車にございます。自動販売機にてシャワーカードをお求めください。個室を離れる場合は、盗難防止のためルームキーをご利用ください。ルームキーは暗証番号式となっております。この列車では、車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。ジュース類の自動販売機は、3号車、5号車、10号車、12号車にございます。車内でできましたお不要なものは、デッキにあります、くず物入れにお捨てくださいますよう、車内美化にご協力をお願いします。次は、熱海です。熱海の次は、沼津に停まります。Thank you very much for using our limited express sleeper train services Sunrise Seto and Sunrise Izumo today. This train consists of the sleeper limited express Sunrise Seto bound for Takamatsu and the sleeper limited express Sunrise Izumo bound for Izumo City. We will be stopping at Atami, Numazu, Fuji, Shizuoka, Hamamatsu, Himeji,and Okayama. At Okayama, Sunrise Seto will be uncoupled from Sunrise Izumo. After leaving Okayama, Sunrise Seto will be making stops at Kojima, Sakaide, and Takamatsu too. After leaving Okayama, Sunrise Izumo will be making stops at Kurashiki, Michu Takahashi, Niimi, Yonago, Yasugi,Matsue, Shinji, and Izumo City Terminal. Smoking is prohibited on this train, except in the designated smoking compartments. The next stop is Akami. After leaving Akami, we will be stopping at the buzzer.1号車から7号車がサンライズ瀬戸号高松行き、後ろより8号車から14号車はサンライズ出雲号出雲市行きです。お間違いのないようご注意ください。車内は喫煙個室以外での喫煙は固くお断りいたします。万が一喫煙をされた場合は火災報知器などの運転者、運転者、運転者の遅れの原因となります。となりますので、大きな声でのお話し合いはお控えください。これより止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の熱海には23時21分沼津23時39分富士23時53分静岡0時19分
浜松1時11分、姫路5時25分、明星姫路駅でお降りのお客様、放送によるご案内はございませんので、乗り過ごしには十分ご注意ください。岡山には6時27分に着きます。岡山から先は1号車から7号車サンライズ瀬戸号高松行きと、8号車から14号車サンライズ出雲号出雲市行き、分かれての運転となります。先の発車はサンライズ瀬戸号となります。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと、小島6時52分、境で7時9分、終点高松には7時27分の到着です。岡山駅で後の発車となりますサンライズ出雲号のご案内をさせていただきます。岡山を出ますと、倉敷6時46分、備中高橋7時14分、新見7時43分、米子9時3分、安来9時13分、松江9時30分、新地9時45分、終点出雲市には明朝9時58分の到着です。ただいま車掌がお手持ちの乗車券と寝台券の確認をさせていただいております。サンライズ出雲号ご利用のお客様、本日大変混み合っているため、お部屋に伺うまで時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。サンライズ瀬戸号ご利用のお客様、これより後方7号車から1号車に向かいまして、各お部屋にお伺いし、乗車券、寝台券の確認をさせていただきます。東京駅からご乗車でお客様で、すでに改札済みのお客様には、ノックいたしません。ご了承ください。次の停車駅は熱海、熱海です。熱海駅ですね。
最高峰都市ですよね。その姿の美しさから別名、陶器富士と言われています。多くの登山客に親しまれ、頂上からの眺めは雄大で、よく晴れた日には遠く日本海の彼方に沖ノ島も望めます。また平安時代に山岳仏教の霊場として栄えたところで、今も多くの遺跡に昔の面影をしのぶことができます。今年は大山開山1300年祭が行われています。多くの特別企画イベントが計画されています。大山のご案内でした。ありがとうございました。列車はこの後山陰線と合流するため左側にカーブします。カーブしました後は左側後方に少しの間見ることができます。停車駅米子市とその北側にあります境港市のご案内をいたします。米子市は日本海と中海に面した鳥取県西部の商業都市で、古くは伯耆国に18万石の城下町として栄え、現在も観光の拠点となっています。海に湯が湧く海峡温泉や水鳥公園、昔の面影が残っている鴨川周辺、そして日本最大級のフラワーパーク鳥取花回廊など見どころがいっぱいです。鳥取花回廊へは駅前から無料シャトルバスが出ています。米子市の北側にあります境港市は日本でも有数な漁獲量を誇る港町です。駅前には境港市出身でゲゲゲの鬼太郎などで有名な漫画家水木しげるの記念館や水木しげるロードがあり、たくさんの妖怪オブジェが迎えてくれます。米子と境港を結びます境線の各駅は全国でも珍しい妖怪の愛称名がついています。鬼太郎列車、猫娘列車に乗って妖怪たちに会いに行きませんか。詳しくは駅係にお尋ねください。米子市と境港市のご案内でした。ありがとうございました。列車はあとおよそ5分で米子に着きます。到着は2番乗り場、左側のドアが開きます。米子通りのお客様、ご乗車ありがとうございました。お降りのご利用をお願いいたします。米子からの乗り換えのご案内をいたします。嵐山、伊予方面、普通列車ご利用のお客様、普通列車西出雲行き、9時36分の発車です。着きました同じホームの向かい側、3番乗り場です。倉吉、鳥取方面をお越しのお客様、普通列車は倉吉行き9時25分の発車です。各
階段を渡りまして5番乗り場です。特急スーパーマスカレ6号鳥取行きは9時50分の発車です。階段を渡りまして1番乗り場です。境線ご利用のお客様は境港行き9時44分の発車までお待ちください。0番乗り場です。ありがとうございました。まもなく米子に着きます。左側のドアが開きます。足元を気をつけておりください。おされますが前のお客様に続いてお利用願いいたします。Attention, please. We will soon be making a brief stop at Yonago. After leaving Yonago, we will be stopping at Yasubu. およそ 45km、 全国で7番目の大きさで海水の入り待ち待機信号です。たくさんの魚介類が生息しており、特にシジミは全国に知れ渡る特産品です。また夕日の美しさは有名で、日本の夕日百選に選ばれています。
然が作り出す素晴らしいコントラストは、見る人の心を魅了します。列車はしばらく新宿に沿って走ります。どうぞごゆっくり列車を楽しみください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく新地です。新地の次は終点出雲市です。 Attention please. We will soon be making a brief stop at 新地。 After leaving 新地、 We will be arriving at the 出雲 City Terminal。出雲市駅をお越しください。出雲市駅のホームのエスカレーターは上り専用です。ご利用できません。エレベーターか階段をご利用ください。本列車出雲市に着きますと回送列車で車庫に入ります。お客様を入れられますとドアを閉めますので、恐れ入りますがお早めに準備いただき、前のお客様に続いてお降りいただけますようお願いいたします。寝台特急サンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。まもなく終点の出雲市です。まもなく終点出雲市です。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回りにご注意ください。三台に出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。 Attention please. We will soon be arriving at the 出雲 City Terminal. Please be careful not to leave anything behind. Thank you very much for using the Sunrise Izumo today. We look forward to serving you again.Thank you.